今日は X ルックアップ関数についてお伝えしていきます。巻爪出版社から出版されている5冊の本がありまして、そちらのうち著者名だけ覚えている場合、またはいくらぐらいだったか価格だけ覚えている場合、またはジャンルのみ覚えている場合に、それに対応するタイトルを探し出せるように XLOOKUP 関数で設定していきたいと思います。まず、B3 から E8 セルが正しい表になっています。で、お客さんからこの本をのタイトルを知りたいんだけどって言われたとき、それが著者名だった場合ですね。著者名なんとかっていう名前だったと思うって言われたときに、著者名を入力すると、H4 セルですね。こちらに入力すると、G の4セルに正しいタイトルが出てくると。H4 セルに入力した著者名を C4 から C8 セルから探します。そうすると、それに対応する B4 から B8 セルの内容、同じ行のタイトルをですね、G の4セルに表示するというところをやってまいります。では、入力するセルは、著者名はね、手入力でお客様から、お伝えいただいた名前を入れるので、ここではなくて、関数を入れるところは G4 セルになります。G4 セル。ここがわからないんだよっていうセルを選択して、XLOOKUP 関数を入力していきます。では、関数を入力する G4 セルを選択しましたら、私は数式タブからいきます。数式タブの、何か検索する、値を検索するということで、虫眼鏡のアイコンがついた検索行列のアイコンをクリックします。カテゴリは検索行列になります。で、ABC 順に関数が並んでまして、X なので下から数えた方が早いですね。XLOOKUP という関数見つかりました。説明がマウスポインターを当てると出てくれます。こちらの XLOOKUP 関数を左クリックします。そうすると、ダイアログが出てきます。検索値、どの値を検索するかというと、ちょっとダイアログをね、ずらします。入力されたこの著者名、お客様からこんな名前だったと思うって言われそうな著者名のセル、H4 セルを検索値とします。H4 セル左クリックします。では、H4 セルをどこから探すのということで、2個目の入力欄、検索範囲、こちらを左クリックで入力状態にしましたら、C の4セルから C の8セル選択します。ドラッグが苦手な方は手入力で C4 コロン C8 と入力していただくと、半角であれば同様に反応します。それからダイアログボックスの3つ目の入力欄、戻り範囲、何を返すかというところですが、こちらも左クリックで入力状態にしましたら、ここです。B4 から B8 セルを選択します。今、ドラッグで選択しましたが、こちらも手入力で半角入力状態で B4 コロン B8 と入力していただいても同じです。で、見つからない場合というのはちょっと無視しまして、1モード、ここですね、VLOOKUP 関数でも HLOOKUP 関数でも、そうですね、出てきますが、True と False の2種類がよくね、聞かれますけれども、false ですと、完全に一致した著者名を言っていただいた場合でないと探せないと。ですが、著者名西川正とフルネームで言えなくて、西川って名字だったと思うっていう近い値を入れても、正しいタイトルを返してもらうためには、ここはね、true の方がいいです。近似値を返す true、近い値ですね、が入力されても返してくれる true、 true を入れます。こちらも半角でしたら大文字小文字どちらでも構いません。今回 true でいきたいと思います。では、検索値 H4、 検索範囲 C4 から C8、 戻り範囲 B4 から B8、
1モード、トゥルー、こちら入力したら OK を左クリックします。今は H の4セルの著者名の欄に何も入っていないので G の4セルエラーが出ています。 N スラッシュ A では著者名入れてみましょう。例えばですね、では西山さんだったと思う、名字が西山って人が書いた本だと思う、その本のタイトルを教えてほしいと言われた場合、著者名のところに西山と入れましょう。でエンターキーを押します。文字列確定したらもう一回押すと、なんと G の4セルタイトル白い鳥出ました。見てみましょう。正しい表の中の著者名西山篤史さんの本がタイトル名白いトイレとなっていますので、返すタイトルが合っています。では続けていきましょう。今 G3 から J4 セルの表では著者名を入力すると、正しいタイトルが表示されるという表でしたが、次は価格を入れたら正しいタイトルが返ってくるという、G5 から J7 の表を完成させたいと思います。I の7セルに価格いくらぐらいの本だったと思うとお客様に言われて入力したときに、それに対応する G の7セル、タイトルですね、正しいタイトル名が、表示されるようにしたいと。 I の7セルにそれらしい価格を 入力しますと、これじゃないっていうタイトルが G の7セルに現れるようにしたいということで、今回も入力する XLOOKUP 関数を入力するセルは G の7セルになります。ここが分かんないんだよのところに XLOOKUP 関数を入れていくと。では G の7セル選択しましたら、再び数式タブの検索行列のアイコンをクリックします。カテゴリーは検索行列です。この値を探したいということでね、この中から ABC 順に上から並んでます XLOOKUP を左クリックします。でまたダイアログが出ます。ちょっとだいぶね右にずらしますけれども、検索値、これは入力された価格です。検索値の入力欄左クリックしたら I7 のセルを左クリックします。検索値 I7 と入りました。ここに入力された価格をある範囲から探します。ある範囲というのが2つ目の入力欄ですね。検索範囲、入力された価格をどこから探すのと言われたら、正しい表の価格の欄 D の4から D の8セルを選択しました。こちらはドラッグ苦手な方は手入力で大丈夫です。半角で入れましょう。 D4 コロン D8 で D4 セルから D8 セルということになります。では3つ目のダイアログボックスの入力欄、戻り範囲、価格を、入力されたら、どこを G7 セルに返すの、表示するのということで、戻り範囲の入力欄左クリックしたら、選択するのはここ B4 から B8 セル、正しい表のタイトルの、入ったセルになります。 B4 コロン B8 と手入力していただいても大丈夫です。見つからない場合という4つ目の入力欄は無視。1モード、こちらもだいたい2000円ぐらいだったと思うとかでタイトルが出るように近似値を返したいと思いますので、完全一致のフォースではなく true を入れていきたいと思います。 true、 ちょっと全角で入れちゃったので F10 のキーで半角にしますね。近い値であれば返すという場合はフォースではなく true を入れます。半角で入れます。 OK すると今は、I の7セル価格欄が空白ですので G の7セルがエラーが出ています。I の7セルに価格を入力してそれに相当するタイトルを返しましょう。例えばじゃあ価格、そうですね、7000円ぐらいだったと思うと言われたとき、半角で入れましょう。7000円、半角で入れます。エンターキーで確定するとタイトル白いトイレ出ました。価格見ていきましょう。2300円から7200円と入った D4 セルから D8 セルの中で価格7000円に近い価格は
こちら D8 セルの7200円で、それに相当するタイトル、同じ行の中のタイトルですね。こちらが白いトイレというタイトルになります。なのでこの方が探していたタイトルは白いトイレであることがわかります。こちらの本ですねと見つけてお客様にレジに持ってきていただくことができるということになります。では3つ目、こちらの表に X ルックアップ関数を設定していきましょう。最後はですね、J の10セルにジャンルを入力すると、それに相当する正しいタイトルが G の10セルに表示されるという、流れを取りたいと思います。ジャンルがね、うまいこと5個に分かれています。5冊しかない出版社で、ジャンルもすべて分かれていると。では、J の7セルに入力されたら G の10セルに正しいタイトル表示というときは、G の10セルに X ルックアップ関数を入れていくと。ここが分からないんだよっていうセルを選択して X ルックアップ関数を入れていきますよ。なので G の10セル選択したら数式タブ開きまして、検索行列のアイコンを左クリックします。で ABC 順に上から並んでますので、下の方ですね、 X ルックアップとありましたらこちらを左クリックします。でまたね、こういうダイアログボックスが出ます。検索値、今回はジャンルを入力するこちらのセル左クリックします。 J の10セル、J の10セル、この J の10セルに入力されたジャンルをどこから探すのって言われたら、2個目の、入力欄、検索範囲の欄左クリックしまして、こちらを選択します。 E の4から E の8セル、正しい表の中のジャンルが入ったセル5つ選択しました。手入力で E4 コロン E8 と入力していただいても構いません。では3つ目の戻り範囲の入力欄左クリックしましょう。戻り範囲は入力されたジャンルに対応するタイトルを返すと。科学って入力されたら黒い支柱、サスペンスって入力されたら青い昆虫、エッセイって入力されたら赤いスマホというように対応した同じ行のですねタイトルが出るようにしたいということで、戻り範囲、左クリックしましたらここです。ここを選択します。 B4 から B8 セル、 B4 コロン B8 と手入力していただいても構いません。表示するのはこのタイトル、正しいタイトルの欄だよと。で4つ目の入力欄は無視、見つからない場合は無視します。一致モード、今回は、文字列のですねジャンルの近似値というのがちょっとピンとこないのでフォースでいきましょう。完全一致した文字列に対応するタイトルを返すということで、半角で FALSE フォース入力します。こちらは半角であれば、大文字でも小文字でも構いませんよと。セル範囲もそうです、ね、E とか B とか、列の名前はですね半角であれば小文字でも大文字でも構いませんよと。ここまで入力しましたら OK を左クリックしましょう。今ジャンルが入力されていないので、 J の10セルですね入力されてないので検索するものがないよということで、 G の10セルエラーが出ています。では J の10セルにジャンルを入力していきましょう。入力したジャンルを E の4から E の8セルから探したら、それに対応するタイトル、同じ行のタイトルを返してくれると。ではジャンルのところに、なんか歴史の本だったと思うんだよね言われた時に、歴史と入れてみましょう。 J の10セルに歴史入力します。エンターキーで文字列確定、さらにエンターキーで入力データ確定とすると、歴史に対応するタイトル白いトイレが G の10セルに表示されました。これで X ルックアップ関数は成功でございます。なんとみんな探したいタイトルが白いトイレだったと。白いトイレあんまり変わり映えないように思いますが、ジャンル歴史です。奥深い歴史があるのかもしれません。では今日はここまでで終わりになります。